これ一緒に入れちゃっていいの？どうするんですか？多分これ待ってたら入んないと、うん、ちょうど完璧だよね。考えます。はい。なんかさ、やっぱりそれに合わせたくなっちゃう。あ、なるほどね。自分との戦いになっちゃうからね。はい、すみません。じゃあ、パッと手伝いさせてください。お願いします。お願いします。卒業証書授与。地球帝国宇宙軍附属沖縄女子宇宙高等学校3年2組出席番号2番、うん、天野和美。はい。宇宙から帰ってきた私たちを待っていたのは沖女の卒業式だった。ああ、早すぎる卒業式。私はこの校舎には4ヶ月分の思い出しかない。でも地球ではすでに10年が過ぎていた。あの柏原さんも今はこの学校の先生になっている。クラスメートはもう誰もいない。キミコもいない。宇宙は思い出さえ吸い取ってしまうのね。同じく3年1組高谷典子。はい。ちょっと怖いなっていう気がしましたね。っていうのは、あの過去に出したものがとても人気があったので、でその過去の作品で私が演じた典子に対してたくさんのファンの方が支持をしてくださったっていうことがあって、これをまた入れ直すっていうことで全く同じにはきっとできないでしょうし、してはいけないような気もするし、それで少し戸惑いましたね、最初は。その時はあのもちろんそれが OK テイクで、私も自分でやりきったって思いもあってだと思うんですけど、この18年の間に自分もいろんな役を演じさせてもらったり、役者としての経験も積んでいっているから、見えてない部分が見えてきたりとかっていう部分が多分あるんだと思うんですね。でも基本的にそれはあのあざとくここ変えてやろうとかっていうことじゃなくって、台本をのりこの気持ちを追ってこう読んでいった時に自分がどう感じるかっていうのがセリフとなって出てくるわけですけど、それが18年前と今回とでは同じ本の同じ役なんだけれども、自分の中のその感じ方っていうものに微妙な変化があったっていうところですね。で今持ってる自分のその精一杯のその、まあ、感じる心で捉えた台本をそのままこう伝えたいっていう気持ちでアフレコに臨みました。すっごい嬉しかったですね。やっぱりあのどの作品も自分であのやったものは好きだけど、こうあるじゃないですか、やっぱりターニングポイントっていうか、これとこれとって、そのもちろんうちのもう大ヒットなので私の中でも、うん、あといろんな方がトップ見ましたっていうのをずっと言ってくださってた作品なので、もう一回やれるんだっていうのがねすごい嬉しかったですね。正直に本当に絵がなかったんですよ、最初に撮った時は。だからこうセリフとかお姉様とかこう出てるのに合わせて喋っていた。で絵が出来上がったら、なんだそんな顔していたのねとか、なんだこんな可愛いお茶目なこう目がクリクリっとしてたんだとか、ここではこうって悔しそうな顔してたんだっていうのを分かって、ちょっと悔しかったことはあったんですね。ここ入れたかったなとか、うん、そういう意味では改めて全部見て、でもう一回しかも言い訳のようにやり直せることができたので、ちょっと嬉しかったですね。もうともかく努力と根性で突っ走った作品でしたので、もう一度あのテンションが再現できるんだろうかとか、あとはもうどんなにやっても全く同じにはならないですから、
もうあのセリフを全部暗記しているようなファンの方のお話も伺ったので、こうそういう方たちが見てどんな気持ちになるんだろうっていうのはちょっと心配にはなったんですけど、もう全然同窓会でしたね。はい。だからあの18年経ったっていう気がしなくて、まあそれまでも結構みんなとはあのお仕事を一緒にいろいろしていたので、でもまたこの作品で顔を合わせることができてよかったねっていう感じでしたね。だってもしも他のキャストの方がユングやるってことになったらもう悔しくて夜寝れませんからね。はい。やっぱりあのトップを狙いっていうこの作品はすごく演じがいのある本なんですね。だんだんこう進めていくうちに、また新たにこの演じる喜びみたいな方に自分の気持ちがだんだん浸ってしまって、このトップの世界の中で自分が自由にすごく楽しんで演技をさせてもらったっていう気持ちの方がだんだん強くなっちゃいました。あの、まあ、最初は単純に声のトーンがどうだとか、技の叫びとかがどうだとかっていうところがすごく気になったりとかしてたんですけれども、あのだんだんやっていくうちに、きっと何年も何年も舞台を再演されている方っていうのはこういう喜びを味わうんだろうなっていうところをあのすごく感じました。でこれはまたあの見てくださる方がどう思うかっていう部分は今はとりあえず外しておいて、自分がその演じる部分でどれだけ楽しかったかっていうところなんですけど、やっぱりもう切なくなったり悲しくなったり怒りを持ったりっていう部分のその自分の気持ちがこう動いていくっていうことが、やっぱりその気持ちがこう動いていく、それをこうセリフとして表せるっていうのがもう私にとっては最大の喜びなので、もう本当に途中からはもう嬉しくて嬉しくてという感じでした。もしかしたらこれ以上できないかもしれないと思いました。あの下手さは下手さなんですけど、下手は下手なんだけども、あの上手きゃいいというものではないって私は思うんですね。あのお芝居とか歌とかっていうのは、あのやっぱり見た人がどれだけ気持ちがこう動かされるかっていうのが大事だと思うのね。そういう意味では逆にこのいっぱいいっぱい精いっぱい、それが逆に言うとその主人公たちの本当にいっぱいいっぱいっていうのとこう シンクロしてて、がこうリンクしてというか、うん、あのその感動っていうのは私は前のは前ので好きなんですね。超えようと思ってないんですね。だから逆に年月経って、そしてあの逆に分かるようになったことっていうのがたくさんあるので、気持ちの面でね、でそういうとこ分かった上でもう一回新たに演じてみたらどんなかなっていう感じで楽しみましたけど、変わったところがあるとしたらちょっと余裕が出ましたね。根底の段階でフィルムに映されてアフレコしたりとかしてたので、庵野監督がたくさん解説してくれたんですけど、半分ぐらいはこう頭の中でシーンを想像しながらやっていたので、これでいいのか、これで合ってるのか、これで正しいのかっていうあの思いとともにセリフを言っていたっていうのは今回なかったっていうのが違いますね。止まった顔のままだとこの表情は動くのかとか、アドリブはあるのかとか、この後どういう動きをするのかっていうのをもういちいち聞いたり想像したりで、あの決めながらアフレコしていくっていうのがもう半分冒険ですよね。だから本当に絵が出来上がってみるまで自分は正しかったのか、あやっぱダメだったみたいな、そういう不安がなかったのが本当にあののめり込めましたね。ただあのいっぱいいっぱいだからこそあの見てる方に共感していただけた部分もあったかもしれないので、変わったといえばそこはですよね。ちょっとそれは不安は不安なんですけど、余裕が必ずしもいいとは限りませんからね。コーチ、コーチ、しっかりしてください。コーチ高谷、今人類は始まって以来の最大の危機に直面して。そんなことより。黙って聞け。
敵の集団がそこまで来ている。これまでになく大規模な攻撃だ。人類が生き延びるチャンスは万に一つしかない。お前たちのガンバスターだ、うん、コーチ高谷、勝て。地球を救い仲間を助けるためにガンバスターは勝たねばならん。まあ、特にね、これはこのトップの狙いはね、本当にスピーディーなんですよね。でセリフも詰まってるし、まあ息つく暇がないというかね、そういうあのセリフのスピードがあるから、まあそれをについていけるのかなというのは一つは一つと、それだけの年を年月が経ってますからね、その点でそこはかとなくね、年齢がね、出るのかなと。それじゃあちょっと困るなというようなことで、ディレクターの中野さんにね、最初テスト終わってね、聞いたんですよ。どうでしたかって言ったら大丈夫ですよ、まあ、その一言でね、まあみんなも安心して吹っ切れたっていうかね、よしやろうという感じになりましたね、でまたああいうメンバーと一緒にやれるんだと、非常に皆さん達者な人だから、女性陣はね、なかなかね、あのレベルの人は一緒にやれるというね、チャンスはないから、そういう意味ではとっても嬉しかったですね。またやれるんだという。18年前とね、今とで同じだったらこれはもう最悪なんですよね。だからやっぱり、まあ昔の作品というのは僕はね、実は見たくないんですよ、自分のその頃のレベルというのを直接ね、対面させられるからね、見たくないんだけど、まあ今回はその見たくも何もそのリハーサルでね見なきゃいけないから、だからまあそういう一応直視して、ああこういうふうにやってたのかっていうか、これやこのシーンのこのセリフはもういっぱいいっぱいだなと分かるね。でこのセリフは何も考えてなかったなとかね、息が上がってるなとかね、そういうのはもう如実に分かるから、そういう意味では非常に面白かった、興味深かったんですね。1回目の時は何分も未熟だから、もうセリフをこう喋っていくのが精一杯というところがあるんですね。だからこう静かに行くところとかね、そういうものがねやっぱり足りなかった。静筆さというかね、静筆さの中にもそのこうなんていうのかな、秘めたこうなんこの秘めたハイテンションというかね、マグマのようなものが吹き出しっぱなしでさ、下からこうドロドロっといくようなものがね、なかったんでね、今回はそれがまあだいぶ出たんじゃないかなとは思いますけどね。想像がつかないな。若本さんは余裕シャクシャクって感じに見えましたけどね。パワーアップされてますね。私若本さんと共演させていただいたのがトップ狙いが初めてだったんです。でそれでコーチ1話でもう私をね、そのお姉様のパートナーっていうのはやめてくださいっていう涙ながらに訴えるシーンがあるんですよね。で一生懸命訴えてだけどそれを甘いぞ高屋みたいな感じで上から私がここまで言っている。そうすると若本さんは絶対その上から来てうわーってこういう感じなんですよ。だからコーチの愛は熱いっていう印象がすごかったんですけど、若本さんはここまで来られるなっていうところにジャストミートなんですよ。そうするともう嬉しくなっちゃって来たっていう感じですよね。ヒロインがここまで来たらよしここまで行こうとね、あるいはまあ天野のね、まあ一つの恋人関係ですから、そういう中でこういうふうに思ってるなら自分もこういうふうに、行こうっていうね、そういう相関関係というのは絶対ありますよ。またなきゃおかしいしね、
まあ、それが希薄になるとつまらんものになっていくと思うんだけどね。いいか、高谷よ。はい。お前と天野は一人一人では単なる火だが、二人合わせれば炎となる。炎となって頑張ってたわ。無敵だ。コーチ。俺の選んだお前たちだ。必ず勝てる。はい、コーチ。高谷。はい、はい、はい。あの時、俺は高谷提督を死んでも守り抜くつもりだった。しかし現実はその反対だ。お前にはすまないと思っている。そんな、コーチ、嫌だ。そんな俺が今まで生きてきたのは、提督から託された未来をお前たちへガンバスターと一緒に手渡すためだ。それももうすぐ終わる。タガヤ。はい。俺の体のことを天野には黙っていてくれ。あいつは弱い。そのことを知ったら戦えるような子じゃない。高谷、頼む。天野を守ってやってくれ。守ってやってくれ。全然合わねえな。まあやっぱり当時すでに18年前に作られたオリジナルの作品がありますので、その作品をまあいい意味で再現するということを注意していこうというぐらいな、お話で、スタートをさせていただきました。あまりその今風なものの味付けを加えて全く違うものにしてしまうわけにはいかないっていうのもありましたので、基本的にはオリジナル版を尊重した形での音の広がりを、つけていくというそういう作業に、自分ではしたつもりです。はい。当時僕はプロダクションのマネージャーをやっていまして、まあ、日高さん、佐久間さんをはじめ、キャストの方たちのスケジュールの調整を録音監督の山田一司さんの方からお手伝いをしてほしいということで言われて、お手伝いをさせていただいていて、そして実際に現場の方も見させていただいてたっていう、そんな思い出があります。はい。それぞれがやはりその18年間っていうのを生きてきた証みたいなものがまたこの中に現れてるんじゃないかとか思うんですけども、まあどうしてもその意識の中で18年前を再現しようっていうところがあると、そのセリフの摩擦みたいなところでちょっとやっぱり、自分が思ってるよりも早く喋っていく、要するに若くしようっていう多分意識が働かれるとは思うんですけども、そういう部分があって、その口パク余るみたいなところがあるんですね。で、若さんこうもうちょっとゆっくりでも大丈夫ですよなんて話をすると、いやなんかゆっくりしちゃうとさ年齢出ちゃうような気がしてさみたいなことをおっしゃるんですけども、でも実際にちゃんと摩擦に合わせていただいてもそんな年齢なんか全然なくて、もうさっきのその濃さっていうのは多分経験値や体験値がそこに余計に出てくるんだと思うんですね。だからそういう意味ではすっごく現場としては、なんだろうな、僕自身も楽しんで収録ができたっていうそんな感じでしたね。シマルスシルト半径到達まであと4マイルの予定。ダメです、スレイブが 98% しか作動しません。そんなバカな、質量不足です。中心部で縮体連鎖を起こさない限り爆縮は始まりません。失敗です。なんてこった、人類の全てをかけた結果はこれとは。神も仏もいないのか。天が我らを見放しただけでしょう。奇跡は起きなかったが。いいえ、奇跡は起きます。起こしてみせます。